これがオスバチですね。オスは針がないので刺さないんですよ。で、まあ、蜂蜜も集めたりはせず。あ、そうなんだ。まあ、交尾のみの役割でして、秋になるともう交尾必要なくなる時期になると、あの外に捨てられちゃいます。追い出されて死んじゃう。ロイヤルゼリー。あ、ロイヤルゼリー。これは蜜蓋がこれはかかってないので、絞らない方がいいんですけど、今年は糖度が異様に高いのであえて蜜蓋かかってないんですけど絞るようにして。今度はまた難しいよね。そうだね。今度すごいねそれ。この時期だったらこれぐらい蜜蓋が理想ですね。この表面のが白いのが蜜蝋で熟成した蜂蜜の場所を蝋で蓋を閉めて長期保存がずっと可能な状態でして、この状態が完熟という状態。これ一つ蓋してあるじゃないですか、うん、この部屋。これをこうやってバスって開けないと、いくら回しても絶対出てこないんです。すごいの。爽やか。美味しい。美味しい。